U21 か日本代表選ぶのは誰を選ぶジョエルチマとあれじゃ鈴木優衣と。と、あの、あれ、センターフォワード2人、トリアと中島大河かな。あと誰だろうあれ、センターバックのチェイスアンリじゃない方の子誰だっけ結構キックうまい子いましたよね。そのあたりの選手がいいっすね。でもあの、センターフォワードが本当なんかセンターフォワードって感じの選手出てきたね。サイズあって、あとはオフザボール鍛えればみたいな。そう。 で鈴木優太はテクニックがあって、それをあのサイズでアジリティ高く出せるでしょで、ジョエルチマムは本当、和製ベラッティみたいな感じだし、すごい楽しみな選手たちですよね。あとはね、指導者がね、最高ですからね。